しげしげチャンネル。どうも、しげしげです。本日はペルソナコラボの新キャラ、足立使ってみたということで、ウラレッカイの化身に挑戦していきたいと思います。今回組み合わせるリーダーがルシアなんですけれども、めちゃくちゃ相性抜群です。なんでかっていうと、まあ、足立が変身後のリーダースキルがこんな感じで、悪魔の HP2 倍、7コンボ以上でダメージを軽減、4色以上同時攻撃で攻撃力が18倍、固定1ダメージっていうね、まあ、HP 倍率と固定ダメージ持ちなんですけれども、ルシアの方がですね、全パラ 1.5 に加えて毒無効で、4色で攻撃、軽減からの攻撃10倍からの3コンボ加算なんですよね。なんで4色決めて3コンボ加算かければ7コンボになるじゃないですか。7コンボになったらもう足立が軽減発動してって感じになるので、かなり相性がいいです。でお互いね、超コンボ強化を持っているとこだったり、まあその最低コンボの4コンボで済ませるわけもないので、盤面最大組んでれば10コンボ簡単に到達する、そんな感じのパズルになると思います。なのでお互いの火力もかなり出しながらっていう戦い方をすることができます。で HP は、このパーティーだと13万ぐらいかな。で軽減持ちで、で今回毒耐性積んでないんですけど、毒は無効ってことでかなり強いです。見ていきましょう。まず足立ですが、潜在無効貫通振ってます。でこれがあの鳴神の武器ですね。スキブとバランスキラー、まあ、足立が極性アテンの代用みたいな感じで言われてますけど、バランスキラーだったりドラゴンキラー持ってないので、はい、とりあえずバランスキラーを持たせてみました。まあ一応吸収無効のスキルなんですけど、この編成は正月リーチ入ってるので吸収無効の枠としては使いません。エンハンスですね。2ターンでエンハンスが使えるっていうこの手軽さ、これもウラレッカイに土適性だろうと思って今回ウラレッカイでやっていきます。でサブ超転生ホルス、聴覚性が操作負荷耐性で、毒目覚め耐性振っていて、シンジアンドレイの武器をつけてます。で、転生の覇王。聴覚性が神キラーで、シェリングフォードアシストしてます。で、潜在で神キラー3つですね。で、チャコルの進化前ですね。進化前の方が、まあ、コンボ強化と超コンボ強化持ってて、なおかつスキブも5個あってってことで超優秀です。シャナを持たせてます。で最後正月リーチなんですけれども、聴覚性が悪魔キラー、潜在も悪魔キラーで、メリルムジナノインの武器を持たせてあります。でルシアが変身後こんな感じ、カオルカーリーの武器ですねついてます。これでやっていきましょう。初ターン変身可能の編成になっておりますので、封印も 100% ですね。1個2個3個4個5個チャコルがね2個持ってるのが本当にでかい。でシンジャンドレイのこの次の割合もシンジャンドレイの全回復で受けれますので、もうルシアからの足立するともう6色陣からの2コンボ加算がかかるんで、もう変身した直後最大火力出してくださいみたいな感じの盤面というか状況を作ることができます。もうそのあたりからもね、この2人っていうのは相性ぴったりでね、もう付き合ってたんかっていう、結婚してたんかっていう、そんな感じの相性です。はい、とりあえずワンパンしていきます。でこの次遅延食らっちゃうかな。あー遅延来なかったんですけど、はいこれですね、毒ロック。まあとりあえずシンジアンドレイ使うことないので、あでも使ってもいいか。このあとねエノクだった場合に一応消せないドロップ解除は欲しかったりもするので、一応そこで使います。もうここで倒しちゃおうかな。もう一発余裕あるっちゃあるんですけど、特に貯めるものもないので、あ、強いて言えば正月リーチか。正月リーチが、4回でペルセーフォーネが出てきたら使いたい。はい、これ全色決まってるしってことで追加攻撃ドン。素晴らしいよねこの足立がさ、本当に。まあリーダーとして今回使ってるんですけど、サブ適性もかなり高くて、はい、ここはもうどうしようかな。まあ足立のアシスト溜まってもそんなに意味ないので、足立使ってからシンジアンドレイ使いましょうか。これ2ターンヘイストなんで足立が帰ってきます。足立お帰り。はい、やっていきましょう。
そう、いつもね10回からとか動画にしてるんですけど、最近ねコメントで1回からやってくれっていうコメントもあったので、今回1回の立ち回りからねやってみております。まあ言うて1回しか試運転してないので、ちょっと定まってるかと言われたらそうでもないんですけど、はい、ペルセポね出てきたんですけど、まあヘイストだったりねスキルチャージ込みでもうリーチェ溜まってます。使っていきましょう。リーチェオン、ガンガン突破してますね。快適で、この後さ、あれでしょ、ノエルがデバフ打ってきますけど、もう足立使えるんで足立で取り返してって感じですね。すげえな、ノンストップだ。はい、ここです。ノエルがデバフ打ってきますけれども、これです。 1.5 倍、全員悪魔タイプ染めにしてあるパーティーなので、みんなにエンハンスがかかります。なので普通に、まあ、1.5 倍ですけど期待できる火力は出るのかなっていう感じで、これ一応数字見ましょうか。足立が4992で、キラーがまあ複数刺さっていけばそこにさらに3倍かかっていくという感じの強さを誇ります。操作負荷耐性はホルスの聴覚性で、これも闇以外あるので4色あれば追加攻撃かかるってことで、まあ楽に突破ですかね。こんなんで、はい、これでも11コンボになって、うん、ほとんどなんか副属性とかだったけど、まあホルス覇王ぐらいか。あ、不動明王は、まあ、毒処ターンでしっかり消してあげれば大丈夫かな。ここの消し損ねだけ要注意っすね。消し損ねだけ要注意で、色もある程度消したいって思ったけど全然なかった。まあ、とりあえず HP136,000 あるし、ここ攻撃来ないか。来ますね。はい、大丈夫です。来ても大丈夫です。まあ、威嚇、あ、ないか。チャコルのアシストは、シャナを溜まってますわ。まあ、ここでちょっとストップしちゃうかな。さすがにここをぶち抜けるだけの火力は、あ、でも髪切らは刺さるんか。あー、今ので火2コンボとか入ってればいけそうな。さすがに倒しきれはしないですけど、いいダメージは入りそうな感じはありましたね。だからこれ結構入ると思うよ。全色決まっててさ、攻撃色バリバリ入ってる。結構いくんじゃないこれ。うん、半分切った。いった方だよ。まあ、ここは発狂もないので、毎ターン全力で削っていく感じかな。まあ、この前のフロアでね、毒の目覚めとか食らってなければ、全然ここは余裕だと思います。この盤面で倒せるかな。まあ、相手火だから無理か。さっきはね、相手木だったからね。余計入ったっていうのはありましたけども。こんなんで。で、今回覚醒バッジをね、指にしてるんですけど、パズルに自信のある方は、回復バッジの方がいいかもしれないです。まあ、指もね、これ、9.5 秒パズル。指バッジにしてて 9.5 秒パズルなんですけど、これ指バッジじゃなくしたら、7.5 かな、間違ってなければ 7.5 秒とかになっちゃうんですけど、うん、全パラ倍率があるのがルシアの 1.5 だけなんで、回復倍率で言うと 1.5 倍なんですよね。黒猫ちゃんが飛んできそうで怖い、やめてね。はい、ここも 90% 減の悪魔のバランス、悪魔のフロアか。刺さるね、イザナギ。イザナギじゃないや、マガツイザナギ。アダチとマガツイザナギ、よいしょ。こんなんで、まあしっかりターン内に削れると思うので、毎ターン4色決めていくだけですかな。全然削るわ、一発で半分いったわ。これ光なしで、よいしょ、しょっしょっしょ、一応ロック解除しとこうか。はい、こんなんで、
黒猫ちゃんが泣いておりますが、なんでかっていうと、これ撮影しているのが夜中だからですね。よいしょ。黒猫ちゃんのテンション次第で僕が何時に動画撮ってるか分かる方もいるかもしれない。そろそろ最近定番になりつつあるんで、さあ、がっつり欠損してたんでちょっと危なかったんですけど、あーやべ、吸収無効溜まっちゃったな。いらないな。まあ後で遅延来るか。これは前職あるね。危なかった。うっかりぼーっとしてた。よいしょ、これは前職あるんで倒したでしょう。あー、真珠アンドリーも溜まっちゃったな。これあんまよろしくないな。指が、あーでも大丈夫だ。来い。あ、来た。これ指減らされるじゃないですか。大丈夫だわ。これでね、指が 2.38 秒だと思うんです。これ足立の、まあ、うっかり溜まってしまったこのスキルを使うと2秒短縮で上書きできるんですよ。何が起こるかというと 7.5 秒に復活しました。天才じゃないこれマジで。シンジアンドレイ使っちゃってもいいんだけどな。どうしようかな。まあ、このまま行こうか一旦。まあ、7.5 秒に縮まったとはいえ、パズルは頑張らないといけない。これでいいか。前職決まってるし、落ち込んどった。オッケー。根性も問題なし。さあ、度安定で10回までやってきました。いつもだったらね、こっから動画にしてるんですけど。やっていきましょう。まあ普通にもう指も戻ってるんで、普通に組むだけ。回復も一応しといて、はい。OK。リーチェ溜まったな。早いな、ほんと。溜まりすぎ注意だわ。シェリングボードもあと4で溜まるしな。はい、ここコンボ吸収気をつけましょう。指はあるし、回復ドロップもしっかりあるから、回復しながら突破して、はい、ナイスコンボ。自分で打っていく。で、この次玉ドラですね。最悪欠損しちゃっても、まあタオルカーリーの武器だったり正月リーチも使っていいでしょう。あるんで余裕だと思います。属性吸収、属性吸収玉はね、どうなるんでしょうね。山本プロデューサーがツイートしてますけど、ここはまあガードブレイクのこの子たちに頼っていくので、ハウット効果2ターンで帰ってくるし、打たずにピンチを迎えるように打っていこう。これでいきましょう。前職は意識して、これで組めてるかな。前職、はい、水木ゆかり闇。さあどうでしょう。シェリングフォード溜まりました。心強い。 OK、 属性吸収玉ドラが落ちました。持って帰りましょう。どうなるか分かりませんが、で、属性吸収なので、まあ正月リーチェ、うわー、指奪われちゃったな。 2.38。 じゃあ正月リーチェ使って、ポルス使って、ヘイストかかって、これで組めないかな。 2.38 パズル、多分4コンボすればいけるんだよね。舐めすぎかなそれ。行きましょう。行ったんじゃない。オッケー、前職決まってるし、オッケー、行った。で、次ホルス使えるんで、あー、リダチェンね。チャコル、チャコルはなんだ、キー回復か。キー回復の同時攻撃、どうしようかな。ここリダチェンは食らっちゃいますわ。あ、でも指固定になったから、あ、パズル組めるわ。天才か。じゃあこれこのままもう行きましょう。いや、怖いな。次クロネだった場合、軽減、音色軽減だけじゃ受けれない説あるんで、ジャブで収めたいね。で、4色でいっか。4
4色のこんなんで、非1コンボでこんなんで、いや10コンボいっちゃった。うわー、いいんじゃない。このコード感が変化した、これで終わらせる。あーやばいかこれ。あーこれミスったな。 99% 減、無理ー。ここまで帰ってきます。はい、ということで14階に帰ってまいりました。今度はねマイネということで、まあマイネクロネの流れは気をつけなきゃいけないのかなっていう感じですね。そしたら今ホルスが使えないんで指奪い返せないんですけど、なんとか気合で組みましょうか。これ 4.75 秒で、まあ昔は4秒パズルやってたんでこれで組めてんじゃない、いいんじゃない、ナイスパズルじゃないこれ。 OK、さあぶち抜けるか。10コンボいきました。あー OK で HP 満タンだから普通に受けれると思う。よし、マイネクロネの流れを受けれたっていうその映像は大事大事、裏レッカイのねこの理不尽ポイントなんで大事。よし、じゃあホルスで指奪い返して、まあ、覚醒無効は一旦いいかな。あ、でも解除できればワンパンできるんだよな。まあ、いっか、このまま。まあ、一発、もらいましょう。確かルーレットがね、始まっちゃうと思うんですけども。まあ、それはそれで。大っ嫌いな、大っ嫌いなルーレットですけれども、受け入れていきましょう。はい、これで、はい、あげるで、ルーレットが3箇所。うわ、絶妙なとこ来たな。まあとりあえず4色決めれば大丈夫なんで、さっきのパズルができたなら大丈夫。これを水で離す。はい、さあ9コンボ10コンボないと抜かないよね多分ね。10コンボでも抜けなそうだな。ここなんでこんな硬い。回復攻撃刺さるよね。あ、まあそうか、10コンボアテンと違って普通のコンボ強化はないから10コンボじゃないともうアホみたいな火力は出ないと。だったらもうここ足立使って、やばい黒猫ちゃんが暴れだした。カメラ揺らさないでね。行きましょう。はい、悩ましい盤面だこれは。非常に悩ましい盤面だ。惜しかった。でもこれ10コンボいったっしょ。10コンボいったし円波かかってるし OK だね。よし、バトル16。あー、この人はドラゴンタイプでしょ。ドラゴン悪魔か。まあ悪魔は刺さるんですけど、ドラゴンキラー持ってないのはねちょっとね、こういうところに響いてくるんですよ。まあ最悪シェリングフォード打てばいいんで、ホルス打ってちょっと挑戦しましょう。回復を取り出せばいいんでしょ。回復を取り出す、回復を取り出す、回復取り出した。もう一個回復取り出したいよね。厳しい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 。取り出した、 OK。 あー水決まってないわ、しくじった。水の落ち込ん来ない。しくじったな。これは早めのシリングフォードも正しいかもしれん。はい、もうエンハンスからのシェリングフォード打っちゃいましょう。こういう苦手なところはサクッと突破していく、それでいいと思う。ホルスは使わなくてもいいかな。よいしょ、シェリングフォード打ったらさすがにいかんとまずいね。よいしょ、あ、待って、あ、大丈夫か大丈夫か、これ大丈夫か大丈夫か。オッケー、多分リーチェが持ってったね。リーチェ悪魔キラーガンブリなんで。オッケーオッケー。倒しゃいいんです。ルーレット、ここ上書きだよね。で、無効化張ってきたんで、まあちょうどいいっちゃちょうどいい。で、盤面がひどいな。水闇がパッと組めて、木も組めんのか。で、光だけ取ろう。光取った。よいしょ。こんなんしか組めんかった。
何しか組めなかった。回復の落ち込む欲しい。来た、ありがとう。抜いてるね。よし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 、さすがのシェリングフォードですよ。でここは攻撃悪魔刺さるし相手光だしってことで闇にコンボ入れたい、入れたいって言ったら入れる。よいしょ、水欲しい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 。ああ無理、間に合わない、これでいいや。さあ、ああ闇乗った、あ闇乗った、すげえな。落ち込んのお手伝い、落ち込んが手伝ってくれる、ありがとう。大バトル19、ネプドラはリーチあと5、まあ楽そうかな。まあ問題はこの次か、この次読みドラだったらめんどくさいね。もうポンポンポンって3ターンで行きたい気持ちあるけど、じゃあ一旦もう足立でデバフ解除しとこう。デバフ解除しといて、で、リーチェ溜まり次第行って、で、まあ読みドラだった場合の序盤を、もう完全に縁離しで吹っ飛ばして、そんなことできんのかな。あ、でも闇水だからワンチャンないかな。うわ、毒やべ。そうだ。毒効くんだ。これは軽減かけるのが難しいので、もうカオルカーリー使っちゃおう。あーまあこっちでもよかったな、シャナ王でもよかったけど、とりあえずいいや、後から言ってもしょうがない。回復しっかりで、正月リーチ溜まりました。いけるかな、エンハンスなしで。いや、使おう。ホルスの方をワンチャンシンジアンドレイが溜まるようにしといて、それ2ターンヘイストかかるんで、行きましょう。これは光にコンボ、闇にコンボ入る。素晴らしい。めっちゃ火力出るんじゃない?とりあえずここは突破したと思いたい。はい。突破したと思いたい。問題はこの次ですよね。 OK、 この次どっちだ。読みドラ来ちゃったか。どう立ち回るのが正解。とりあえずあ待って、 OK、 4色は決まってます。これルーレット外しましょう。こっからは普通に、正月リーチを待ってやっていきましょうって感じで、全色あるんで決めていきます。はい、こいつか、2コンボ入ってるし、うん、一旦 OK で、また2コンボあるね。もう正月リーチ待ち、あ、なくなったので、カーリー使おうか。カーリー使えば溜まるじゃん。で、で、これはもう気合で、超根性発動まで持っていき、行きたい気持ち、持っていきたい気持ち。地域吸収あってもさっき行けたから、大月リーチの副属性が頑張れ。全然ダメ。あの正月リーチ溜まったんで、もうこっから行きましょう。そんなにもう、ここに長居はできん。OK。ここでエンハンスを使うかどうか。使わなくていいか。どうしよう。悩ましい。エンハ。エンハ。エンハはいかん。エンハはいかん。いや、行こう。最後の最後まで悩ましいですけれども、エンハ行きました。ありがとうございます。よいしょ。
これで火はなるべく L にしてみました。闇のれ、うわ微妙に乗らない、絶妙に乗らない、その感じ。 OK、 超根性発動。まだ属性吸収無効は生きてるから、一旦ここも受けて回復3つで追いつくかな。まあでもドロリフってなくなったら最悪なので、これで一旦全力コンボでしょ。全力とは、落ち込むください、落ち込むください、回復ください、ありがとう。天才だよ、追いついてます。あーやば、うーわ最悪だ。ちょい残しした、落ち込んが乗ったことによってちょい残しした。まあ最後ね、これ削り切れてなかったら、まあ足立を打ってエンハンスで仕留めてたって思ってください。はい、ということで足立ルシアだったんですけれども、強くないですか。まあ最後ね、本当に削りすぎちゃったっていうのはあったんですけど、なんだったらだからホルスのところにエンハンスとか、まああれでいいんじゃないですか、リナインバースの武器とか、その辺とかつけといてあげればもうちょっと快適にはなりそうな感じはしましたね。だから聴覚性を、まあ指とかにしてあげれば一番やりやすいかな。指にして、ここをリナインバースの武器とか、なんかもう修正案というか出しちゃってますけど、そんな感じで結構強いと思います。足立当てた方、まあ、ルシア持ってる方はフレンドさんの足立を借りるなりして、ぜひ使ってみてください。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価、何卒よろしくお願いします。さよなら。